ジ9万ごめんわざとやわらかくんでーす。はい、今日はキャット&チョコレートまた新しいサブリーナ。はい、手札を使って自分の発想でゲームの状況を乗り越えよう。なるほど、はい、ゲームでございます。なるほどね。まあ乗り越えられたか乗り越えられなかったかは他の5人が判定します。5人、はい、まあ、5人なんで、まあ、バツか丸か、なんか乗り越えられたらカードがもらえます。あ、そのイベントの起きたカードがもらえて1ポイント的な感じ。あー、そうです。あー、面白そう、おもろそう。ヨガヨくん、ここに書いてる数字って何ですか？これはアイテムカードを使える枚数です。今僕たちは3枚持ってます。あ、これがアイテムカードです。お願いします。早速やっちゃいましょう。はい、お願いします。早速やっちゃいましょう。せーの、ドン。テレビから怖い幽霊が出てきた。さあ、どうする？さあ、僕は社長に頼んで、お、いいね、元精神科医の囚人を召喚します。で、まあ、戦わせて追い払います。なんでさ、こういう企画の時あった？いつもちょっとおかしくない？まあ判定していきますか。アルトベクターですから。まあ、元精神科医の囚人だから、はい、初のこの意見で、幽霊倒せたと思う人は丸、倒せなかったと人全員万歳。無理的攻撃は効かないよ。わかんないかんね。精神科医ならせめてさ、こいつの精神をなんかさ、伺ったりとかやって、会社のテレビの社長とかに言うみたいな。マフィアに潜入捜査中、正体がバレそう。あ、余裕や。すごいや。マフィアシティ、ムチを使って、ボクシングローブで、ボコします。ボコボコやね。あ、もう不動系でいきます。まあ、確かにこのカードの状況やったら今2対1なんですよ、はい、まあ、2対1やったら確かに乗り越えられそ そう。ただマフィアっていう大きなところにいるって感じたら、まあ、ちょっと難しいかも、ね、まあでもちょっとな、こっさかな。せーのでお願いします。せーの、あ、来た。お、丸が本当に、おー、丸が、まあ極論普通にありえないけど、でも確かにいいアイディアだったから。海賊のボスになったのに宝の地図をなくしてしまった。ボス、雪の国に行って、はい、雪の女王に出会って、あの宝と出会う。はい、ちょっと待って、ヒル様ってこと？待って要はエルサをゲットするってこと？そう、なるほど。あー、別の宝にすると。そういう宝。オッケー、行こうか。いける？まあ重いかな。マジ？いいよ。じゃあ、せーの、マジ？おー、これ万丈一致。ロマンティックに終わるもん。子供が誘拐された96時間以内に助けたい。96時間以内。翻訳ロボットを使って、これ電話してるんですよ、うん、で、翻訳ロボットにこいつと誘拐犯と同じチームだと思わせます。電話の主が、あ、はいはいはい、電話の主がね、完全チーム、うん、はい、はい、で、合流しましたってなります。目的地に行きました、うん、そしたら最後、ノコギリを使って殺します。あー、まあ、やっつける感じね。最終的に物理的勝負で、はい、なるほど、はいはい、だって、身代金とか要求されてもどうしようもできないんで。あ、で、ノコギリ。じゃあ翻訳ロボットこれって、あの英語を日本語にしたりとか、そういうロボットなんですけど。日本語、え、だから、日本語、ん、日本語、日本語は日本語に訳すの。決まりましたか？はい、俺も決まった。あ、オッケーです。じゃあ、せーの、お、なんでだよ。バツ2、バツ3、残念でした。いやー、これ多数決どうか、ちょっとな、これまだたどり着けてなかった。まあ、確かに子供までちょっと居酒屋を繁盛させたい。お、繁盛させるためにはどうか。こういう系ね。やっぱ居酒屋さんなんか綺麗な方がいいじゃん。確かに。まずハエを追い払う。あー、大事。ハエを追ったんだ、もともと。切ったね。切ったな。ハエをまず、だから繁盛させたいや。そういうことか。まあ、そういうとこ大事じゃん。ご飯食べてる途中にさ、イタリアじゃん。いや、そうね。そうそう。で、まあ、清潔関係で、うん、まあ、綺麗なパンツ履いた方がいいよね。天使が。パンツ一丁ってこと？それも言ってありません。まあまあまあ、まだまだ、まだ着ないよ。前を飛ばして、綺麗なパンツ履いて、綺麗なパンツ履いて、ハイヒール履けば。お前、よく。お前、変態や。うん、
皆さんこれご回答決まりましたか。いや決まってますよ、もう。はい、もう決まってます。はい、せーの、バルーン。はい、次行きます。いいです、次行きましょう。次行きましょう。惜しいね。人食いザメに襲われそう。おおおお、凌介だ。まあこれめっちゃ妄想するわ。めっちゃ妄想してる。めっちゃ妄想します。人を雇う。雇う？雇う。どう雇う？疑問です。どう雇う？確かに。偽札で雇います。おお。そして俺の身代わりを召喚させます。なるほど。これ一枚で勝てるやん、正直。確かに。周りさん、もっと楽しませたよ。あこれ、偽札で何人？例えば100人。おお。けどサメはもうお腹いっぱいになっちゃう。お腹いっぱいになっちゃう。で、50人もし余るとするよ。確かに。その50人どうする？名前を書かれた人に、あ、名前が書かれた人が不幸になるノートで50人全員不幸にさせて。怖っ怖っ。はい、これが俺の回答。雇われた人かわいすぎだろ。50人。要はこれの証拠隠滅ってことでしょ。じゃあ、要はもうサメからの襲われたのはなんとか、ま、免れて、うん、俺は何もしてない。待って、お願いします。せーの、はい、おいけた。悪いさ、はい、いいもんか。これやってる時間にやられちゃうかなと思った。はい、ということで、はい、わかるよ、わかるよ、わかるよ、雇ってる時間にやるんだけど、なんかね、今も結果聞かないんで。ヨガヤくん、じゃあ2枚のカードね。2枚です。はい、どんな場面か。でね、マナ弟子が悪の道に走りそう。やばいやん。やばいよ。マナ弟子ってのは一番の愛してる弟子。悪の仮面をかぶろうとしてます。はい、はい、悪の仮面をかぶったマナ弟子に対して、はい、やっぱこっちも対抗しなきゃいけない。なるほど。だからもう師匠 もうアイスホッケーのマスクかぶっちゃう。おお、いいね。おお、おもろいよ。アイスホッケーのマスクじゃないよ、これ。これお前ジェイソンのマスク。ジェイソンホッケーマスク。ジェイソンホッケーのアイスホッケーの、まあ、でも怖いマスクってことじゃん。そう、まあ、対抗するためにこっちもマスクを。だってマスクね、はい。怖いマスク。ホッケーマスク。マスクをかぶって、ほうきに乗っちゃう。マジ？もう向こうがぐれてきたら、逆にこっちが、もう気狂った感じ出して、師匠がちょっとどうにかなっちゃったみたいな、あの悪の方になっちゃった。そう、なるほどね。もうこっちになっちゃうっていう。あ、じゃあ判定いきますか。はい、やったわこれ。せーの、お疲れ様でした。ありがとうございました。いい線いったと思った。ありがとうございました。大丈夫だよ。お題が難しかったな。お題が難しい。はい、二日酔いで昨夜の記憶がない、しかも友人が行方不明、どう見つける？お、あー、皆さん、あれ知ってますか？ウォーリーを探せ。知ってます、うん、知ってます。 まず、その友人は横島のセーターのボーダーのね、セーターを着てるんですよ。なるほど。だから見つけやすい。なるほど。昔からこの人はウォーリー探せやってたから。で、まあ、でもやっぱもうこれで見ても難しいじゃん。確かに。だからドローンでこうやって飛ばして、横島のセーターを着てる友達を探す。確かにいい発想やね。おーね。いきます。せーの、おー、惜しい。うわ、2ポイント。まあまあまあ、よし。次考えたらまあね。豪華客船が沈みそう。やばい。おー、まだ沈んでないんだ。船にアイドルが乗ってるんで、うん、アイドルに歌わせてハッピーエンドで終わす。乗り切ってね。もうアイドルの歌を聴いて、そう、幸せに死ぬと。そう、バッドエンドじゃありません。あ、もう死ぬは確定でいい。もうアイドルに力をもらって最後ハッピーに終わろうっていう。ああ、なるほど。乗り切り。でもそれ結果論やな。はい、豪華客船が沈みそうに対しての打破ではない。他のやつ、他のやつ、メリー自分の人間とうどん。バッドエンドで終わろうとしてる。ガチでメリー。もうこっちに関してはもうバッドエンドやん、絶対。申し訳ないけど、せーの、あー、やめよ。そうですよね。ちょっとね、丸にしてあげたかった。難しかったですもん。いや、偉い。難しすぎる。いや、1枚だよね。まだ1枚だけど、恋人がゾンビになった。うわっ、どうすれば助けることできないの。俺ならできるわ。ゾンビになったらもう襲われます、この女の子は絶対。でも彼氏はあんま殺したくはない。だから好きな子だもん。だから VR ゴーグルを彼氏につけさせます。ここに VR ゴーグル、はい、さっき言ったやつです。やつだ。この VR ゴーグルの中はゾンビだけの世界になってます。だから彼女もゾンビだと思ってあえて倒さないんですよ。だからどっちも倒さないで済むっていう。どっちも一人前だわ。
バカをしてるこれすごい。あ一枚でこれマジで、ね、すげえ。せーのでいきますか、うん、せーのイエーイ。これはすごい。刑務所から脱出したい。うわー一枚が。いやこれいけるぞ。まあ、よくさアニメとかでさお札とかボンって貼ったらさ術発動するみたいなあるじゃん。あーあるね。そうそうそう、その魔法の力を使って、うん、お札で窓まだポコンしたいボンと札貼ります。おお、うん、したらどうなるか、はい、爆破魔法ついてる。あーはいはいはい、バーンってなくなって外抜けられる。なるほど。刑務所だからこの部屋からは脱出できるかもしれないけど、その後が無理。その先があね庭とかになってたら、え、まあそのお札が何枚あるかにもよる。確かに何枚あるお札自体は、うん、あ、もう無限に作れる。あ、無限に作れる。あ、じゃあもう今考えたな。いや、これは最初から言ってたから最初からこれが無限にあってってたらごめんなさい。なるほど、お願いします。せーの。あー、バカですね。俺たちこの男をしてたもん、多分。え、俺はお札貼った瞬間警察官が全員眠るとかそういう発想やった。恐竜が住む島に来てしまった。もうちなみにカード発表してもらっていい？何があった？カードね、気になる。あ、まあまあ、ワクチン、なんかヤバそうな指輪、ラブソング。いや、2枚目いけた。あ、まあ、でも、いや、指輪いけそう。俺は思いついた。なんかヤバそう。いや、ラブソングいけるでしょ。なんかヤバそう。ラブソングでいくことしてる。え、ラブソングでいくよ、俺は。ラブソングでいくことしてる。恐竜に聞こえへんて、ラブソングは。びっくりした、今。恐竜より、めちゃくちゃ強くなるワクチンを自分で飲む。うわ、あ、もう進撃自分人だよ。もう怪物だ。うわぁ、なるほどね。もうそれ倒します。負けることないこの島で。これはすごいね、乗り切りましたと思いますけど。これはもうせーのでいきますか。うん、せーの。すごい。どうだ。なんとこれすごい。すごいね。よく行った一枚で。結果発表。結果発表。ふう。あついくんは？はい、ゴインくん。2枚。ということは？2枚。俺も1枚。ゼロ。2枚。わーい。ということは同率1位でゴインくん。あーどうしようかな。あ、どっちも1回やらせるか。じゃあラスト1枚3枚で、確かにお互い3枚同じ話題で。じゃあお題を1回発表します。はい、お題はデデン、未知の伝染病が流行しそう。あ、いいね。僕は、まあ、誰よりも早く逃げる選択をしました。はい、なるほど、はい、宇宙服を着て、はい、超絶魔改造した、まあ、タクシー、もうクッソスピード出る。あ、そのスピードでタクシーに乗ってこの東京タワー、はい、これ東京タワーってさ、こう下からこういう感じで、ね、はい、こう上に伸びてんじゃん。ここの部分をもう全力でグイーンってボーン、グイーンってボーンって宇宙行く。で宇宙行ったらこれ宇宙服あるから目的、おお、地球からの脱出でございます。さあ涼介くんは？僕は警察です。はい、はい、警察だから、まあ、こういうあの機密情報とかいろいろ入ってくる。はいはい、おー、いろいろ入ってくるし、それを使った上で死者が見える能力を使うことによって、まだ感染してないんだけど、あの亡くなった人からの意見を聞ける。だからインフルエンザが流行りそうです、未知のウイルスですって似たウイルスがあるかもしれないじゃん。はい、それを聞く。まあ、最悪さ自分の元にウイルスが来ちゃったとするじゃん。あ、やばいよ。ダンススキルでここで捕まった。はい、ほんまにやってるわ。ダンススキルでまだ逃げてた方がいいわ。ダンススキルでまあ、さあウイルスって原子じゃん。原子もうヒョンヒョンヒョン飛んでるわけじゃん、空気中の任天堂とか。避けまくる、アイソレーション。ヒョンヒョンヒョン避けまくって避けまくってダウンとか取りまくって、まあ俺はもう伝染病に絶対にかからないようにダウンする。おー、 OK ですか？はい、せーの。はい、あずいくんの勝利です。あずいくんの勝利です。めっちゃ勝利だよ。本当に最下位にふさわしい戦いやったな。ヨガヨくん。はい、ということで、はい、キャット&チョコレートやってみたんですけど、はい、皆さんどうでしたか？いや、おもろいね。おもろい、想像豊かね。カードゲームはやっぱそれぞれ個性が出ますからね、はい、発想の。僕たちもちょっとツーマンも終わって、はい、いろいろまた大きな壁にぶち当たると思うんですけど、はい、そうね、まぁ、あ、ちょっと打破していきましょう。はい、本人で、はい、ね、ということで皆さん次回の YouTube もお楽しみに。あ、以上ヨガヤくんでした。バイバーイ。